深い深い森の奥に迷い込んだ村の娘、色褪せた手紙を持って夜の館にたどり着く。私が主役のクレジーナイフだった手にしゃれ込んで心をくぐり回したら楽しくなってきちゃった。見てる見てる一目散に歌いセリフも忘れてさっきが狂っちゃうほどに楽しみちゃいだってな。君が主役のクレジーナイフ風を乗る旅もなくなって物語が終わったら3人だって帰りましょう。静かになった部屋の中、拍手を送る謎の影、通えはよいブルーでした。手紙を拾ってないで。